ちゃうま。練習場、練習場。お、おはようございます。おはようございます。リラちゃんは練習する前にバット振ってる。クラブより先にそれ振る？振る、絶対振る。あ、そう。練習場の近くにバンカーの練習場があります。ひかちゃんのお手本。溢れてる砂の量がなんか全然違う。この辺から入れていく感じ。開くから、下の部分で打つ。今日は茨城にある太平洋クラブみのりコースにやってきました。今日はりさちゃんにラウンドレッスンじゃないですけど、まあ、ラウンドレッスンですね、してもらいますなんと OK なしのしっかりとルールに基づいた感じでやりたいと思ってます。カミカミです朝から。で、今日の太平洋みのりコースは TOTO クラシックが行われているトーナメント会場ですね。有名ですね、はい。で、今日一緒に回るキャディのキャディさんちょっと待って、もう一回行くね今日一緒に回るキャディさんはなんとボーちゃんです。イエイ、よろしくお願いいたします。イエーイかわいい、かわいいボーちゃんと一緒にいいスコアで回れるように頑張ります。ボーちゃん、これは左？わー、もう少し左の方がいいですね、はい、右のバンカー方向だと日本木が乗っちゃって打ちにくくなるので。はい、ナイスショー！ナイスショー！いいこと！最高！お願いします。お願いします。ナイスショー！いいボールだね。まだまだあります。でもこの木が邪魔なので左のバンカーの方に打っていきたいと思います。うん、大丈夫？ OK。 160ぐらいってことですか？160見た方がいいですね。160しっかりめで。同じ、ほぼ同じ位置から多分このりさちゃんの戦略と私の戦略ははるかに違うんだよ。160は6番やんなんだけど、上行くの？うんと、上っていうよりちょっと右からこう回った。右から行くの？イメージね、軽く。いやー、ファンクラブ、大きめのクラブで。はい、軽めに。わー、すごい！思ったとこ行ったんじゃない？やばい！嘘でしょ？嘘でしょっていうとこ取ってたよ。ピンが思ったより手前だった。30ヤードぐらい。なんかあるかな。うん。キサちゃんからカラーに落とす？うん、エッジギリギリ、ちょっと高めの球で打つかな。ちょっとギリギリすぎる？おお、ロブ、ロブショット。いやでもナイスオン。今のロングパッドリサちゃん入ったのに取ってなかった。ああ、どんまい自分に。ダーン、やった。ああ、やっちゃった。ああ、やっちゃった。もったいない。パッド右のバンカーからドローって感じ？右フェアウェイ、うんうん、すぐ直線に。はい、
ナイスショット。飛距離伸びてる気がするんだけど。ちょっとディポットなので、持ってるクラブがウッドなので、ちょっとクリーンに打つイメージで。クリーンに打つイメージがいい。ちょっとでもやっぱダフっちゃうと飛んでかないし、はい、でつま先上がりもちょっとあるからちょっと短く持って、ボールをクリーンに打つ、うん、おーうまい、めっちゃうまい、これはうまいよ、どこ行った、あーバンカーだけど、バンカー入ってましたね、いいよいいね、あーすごい、157、はい、はい、ダフったけど無理ん手前、リサちゃんが補足してます、これ大事なんだよね、グリーンの見るの、落とし場所まで30ぐらい、落とし場所まで30、おお、ナイスオン、気持ちはもっと前に落としたかった感じ、減速はしないように気をつけて、あ、うまい、足が動いたね、あ、パンクしてる、あー惜しい、ナイスイン、もう池があるから、うん、右に、そう、右で、ずっと右、はい、今日なんか小バンカーみたいな多いね、練習練習、これもやっぱ短く持って、うん、そうクリーンに当てるイメージは、うん、ない、おお、ナイショー、ポット上手くなってきた、めちゃうま、123ヤード8番アイアンで、あ、こういうのってなんか後ろに置けばいいんだ、何何、指示なんていうの、方向向けちゃダメなんだよ、クラブ、あ、そうそうそう、自分の後ろだったり、後ろだったら平気、うん、平気、抜けないよ、技が全然違う、ここからが差が出ますから、私との、あ、すいません、これもうまく肘抜く、体重ちょっと浮かす、うん、お、惜しい、おー全然違う、え、これ順目なの、そのまま入れてっちゃった、これ逆目じゃないの、ちょ、嘘でしょ、またあだー、あーナイスです、かぶせてあるタオルを取ってみたら、
影してないから今日はそういう日みたいです。リサちゃんのナイスコアも取ってないし、でもそういう日もありますけど、ロングパット入りました、イエーイ。おー惜しい、ナイスナイスパー、お、ありがとうリサちゃんが今日ルールブックを持ってきてくれました。これね、JGA 今年の、今年の、うん、え、6000円もするの？600円。あ、600円マジやばじゃあ、霧がね、あるから600円ね。そう、これでね、いろんなね、ルールを確認しながら今日やります。まあ、池に入った処置とか OB 打った場合とか、あと、まあ、ワンペナの時とか、ね、その時に解決しちゃえば覚えるしね。トートの時は女子プロあそこから打つんですか？やばい。レギュラーティーとは多分100ヤードぐらい違いそうじゃない？めっしょ。結構つま先上がりっていうか左足上がりね。これはどういう風に？これだと構えた時にベースがちょっと傾斜に沿って開いちゃうから、うん、ワンクラブ上げてもいいし、上げた上げた、うん、そしたら上がる分も計算してしっかり振る、しっかり振る、短く持って、うん、振り方のコツとか、まあ、傾斜に沿ってかな、で突っ込まないようにだけ、突っ込まない、うん、ちょっと左に、ああ。めちゃ短い。ナイス、もうどっか行きそうナイス、はい、